僕の名前は生原修介。今日は僕の人生をかけた大勝負の日だ。プレゼントも用意したし、準備はバッチリ。待ったー、サイコちゃん来てくれたんだね。彼女は僕がずっと思いを寄せているサイコちゃん。今日はそんな思いを伝えるために彼女を呼び出したのだ。実はずっと前から好きでした。受け取ってください。ごめんなさい、金属のアレルギーで断ります。おい、シュー、どうしたの？実はさっき。なんだ、そんなことか。だったら、ここ行ってみ。ここ？まあ、行ってみたら、わかるから。よくわからないけど、とりあえず明日行ってみるか。サイモン選手に教えてもらった株式会社サフィックスに来てみました。こんにちは。こんにちは、井原選手、お待ちしておりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではこちらへどうぞ。はい、井原選手、金属アレルギーにお困りみたいですね。そうなんですよ。そもそも金属アレルギーの人って結構いるんですか？はい、およそ10人に1人ぐらいの方が金属アレルギーと言われています。10人に1人、そんなに多くの人が症状に困ってるんです、はい、そうなんです。金属アレルギーは金属から溶け出す金属イオンがタンパク質と結合して人に対してアレルゲンとなるタンパク質に変質することで起こると言われています。どういった症状が出ることがありますか？はい、あの汗によってやっぱり金属が反応してしまって溶け出してくると赤くなってしまったり、痒みが出てしまったりすることが多いです。あ、じゃあ気づかぬうちに自分は実は金属アレルギーっていう方もいらっしゃる可能性はあるってことですか？はい、とても多くいらっしゃると思います。そうなるとやっぱりこの指輪は受け取ってもらえないんですか？もしよろしければこちらをお使いください。それは何ですか？はい、こちらスウェットバリアという商品で、金属に塗布していただくと金属に薄いコーティング膜を貼ることでアレルギー反応を抑えてくれるコーティング剤になっています。これはどういうふうに使うんですか？はい、こちらについているハケなのでアクセサリーに塗っていただいたりですとか、直接この液体にアクセサリーをつけて引き上げて塗って使っていただくことができます。それによって、はい、アレルギーによる症状が抑えることができるということですか？はい、しっかり公的な機関で試験も行っておりまして、溶け出す金属イオンの溶出量をおよそ20分の1から30分の1ぐらいに抑えた結果が出ております。すごい。これは塗るだけでいいんですか？はい、とても簡単なので、もしよろしければ塗ってみてください。ハケを取っていただいて、はい、金属の部分に、内側の方がいいんですか？そうですね、お肌に触れる内側の部分と外側も塗っていただくと汚れがつきにくくなったりもするのでおすすめです。これ何回も使っちゃっても、はい、そうです、なるべく薄く塗っていただいた方が。あ、そうなんですね。はい、膜が取れにくいので。じゃあ、あんま塗りすぎるというよりはまんべんなくて。そうです、そうですね、本当についているかついていないかぐらい薄く塗っていただくのが綺麗につけるとコツです。これ、はい、じゃあ大丈夫ですね。ありがとうございます。30秒ぐらい乾かしてもらえればすぐもう乾くので、つけていただけるものになってます。あ、これもう塗るだけでいいんですね。はい、そしたらこれでそのままもう使えるっていう、なんかシンプルで、はい、すぐ使えるっていうのはすごく嬉しいです。ありがとうございます。見た目が全く変わりませんね。はい。
アクセサリーの見た目を変えずにコーティングができるので、はい、つけたいものをつけていただけます。うん、これは塗ってからどれくらい持つんですか？はい、アレルギーの強さによってコーティング膜の厚さがどれくらいあると発症しないかというのが個人差がやっぱりあるんですけれど、アレルギー症状がひどい方だと毎日塗る方もいらっしゃったり、そうでもない方は1週間に1回ですとか1ヶ月に1回とかで大丈夫な方もいらっしゃいます。じゃあ使いやすくていいですよ。はい、とても使いやすいです。これで指輪以外も使えたりするんですか？はい、もちろんネックレスですとか今つけているピアスですとか、あとはブレスレット、腕時計、ベルトなどの金属にも使えます。へー、ピアス、ゴリラーズのピアスを、はい、すごいつけさせてもらってます。かわいいです、これこれは便利ですけど、どこで買えるんですか？はい、私たちはインターネットの方で販売させてもらっているので、スウェットバリア公式ショップと検索していただくか、はい、私たちのサフィックスの公式 LINE に登録していただくと、クーポン付きでショップページに飛べるクーポンが届きますので、そちらから飛んでいただくこともできますし、今お取り扱いいただいている店舗様も増えてますので、はい、私たちのホームページの方からショップリストでお近くの店舗をチェックしていただければと思います。じゃあ、あらゆる方法で買うことができるということですか？はい、徐々に拡大しています。よかったです、はい、スウェットバリアでコーティングしたこの指輪を持ってもう一度サイコちゃんにアタックしたいと思います。頑張ってください。僕は再びサイコちゃんを呼び出した。この間は君の金属アレルギーに気づいてあげられなくてごめん。もう一度これを渡したいんだ。これ前と一緒じゃん。実はこの指輪にはスウェットバリアが塗られてあって、金属アレルギーの君にもつけられるはずだよ。素敵。かわいかったです。完璧でした。完璧でした。本当にプロポーズが来たって感じました。何言ってんの？何言ってんの？なわけねえだろ。緊張は恐ろしいぐらいしてないです。もう少し緊張感を持ってやるべきだったかもしれない。やっぱり 女性の方を演技するのが初めてなので、ちょっと一生ないでしょうね。そうです。でもちょっと恥ずかしかったんですけど、まあ普通に楽しかったです。次回は今回紹介した株式会社サフィックスさんについてさらに深掘りしていきたいと思います。まだまだいろんな商品があります。僕らのお絵かき対決やプレゼントもあるのでぜひご覧ください。ちょっと目めっちゃミスした。やばい、全然可愛くない。